皆さんこんにちは、スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。今日はロッパーズステップやっていきましょう。別名6ステップとも言われています。難しくはないステップなので頑張りましょう。6セーフ8。それではロッカーズステップの方の解説を行っていきたいと思います。このステップを6ステップと呼ぶ方もいらっしゃるんですけれども、8カウントのループでのロッカーズステップもありますので、今回は6ステップバージョンのロッカーズステップをやっていきたいと思います。まずポージングや軌道の確認として、ステップのところから確認していきましょう。自分の行きたい方向に対して一歩踏み出していきます。そこから足をパドブレさせて2回ストップ入れて戻ってきて、これで6のループになります。N1、2、N3、N4、N5、6。基本的な腕の使い方として、歩くのと一緒で、右足が出ているときは左手。左足が出ているときは右手を前にして、このように振り子の運動をすると。スタイルによっては絞り込むように持ってくる。こういうやり方でも OK です。これを合わせてやっていくと、N1、2、N3、4、5、6。このようなイメージになっていきます。そしてもう一つ、今回はステップバリエーションとして、一歩目を踏み出す際に軸足となっている方をツイストさせていく。こちらの場合だと、この軸足をツイストさせていくというバリエーションもご紹介しています。それではレベル1です。レベル1では、まずはシンプルにロッカーズステップをマスターしてしまおうです。5、6、7、8、N1、2、N3、N4、N5、6、リズム、1。2N3N4N5 6リズム、これをループしていきましょう。さあレベル2です。レベル2では7、8で余っているカウントをザ・ロックで締めましょうとなっています。5 6 7 8 N 1 2 N 3 N 4 N 5 6 7 8 N 1 2 N 3 N 4 N 5 6 7 8。組み上げのタイミングを忘れないようにしてください。さあそれではレベル3に移っていきましょう。これまでは縦のリズムを中心で取っていたロッカーズステップを、少し滑らかに横のリズムを中心に取っていきたいよねという方におすすめのバリエーションです。やることはシンプルです。足を踏み出す瞬間に軸の足をつま先視点で外にひねっていきます。このタイミングが非常に大事ですね。 N1、 ここから腰が干渉しててもしてなくても大きく後ろを通ってパドブレに持っていく、この滑らかさが横のリズムを強調することになっていきます。ちょっとステップだけ中心で流れでやってみましょう。 7, 8, and 1, 2, and 3, and 4, and 5, 6。今のように一発横のリズムが入るので、他のところも横に滑らかにしてもいいかもしれないですね。 5, 6, 7, 8, 1, 2, and 3, and 4, and 5, 6。そして流れとしてはザ・ロックで締めていきます。ではレベル3をカウントでやっていきます。 7, 8, and 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, and 3, and 4, and 5, 6, 7, 8。それではレベル4に移っていきましょう。レベル4では上半身のコンビネーションを使っていきます。では上半身だけ確認すると、ロールアップ、ダブルクラップ、
トゥアロー、クラップ、ザ・ロック。カウントでやると、ワン、ツー、エン、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。これをステップと掛け合わせていきます。縦のリズム中心にした方がやりやすいと思います。セブン、エイ、エン、ワン、ツー、エン、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。これをシンメトリーでも行えるようにしてみてください。ロッカーズステップをご紹介してきましたが、このステップはかなりね、ロックが生まれた当初からあるステップで、例えばソロをやってる人たちをこう盛り上げるために、後ろの方で何人かが並んでステップをやって、そして盛り上げていく。このような動きだったり、8の場合は、5、6、7、8。4ステップを入れるなどして、みんなでソロの人を盛り上げようっていう動きになってますので、私はこれを最初見た時にすごく憧れましたね。なので真似してショーで構成をそのように入れてみたりとか、たくさんしていたので、シンプルなステップではあるんですけれども、いろいろ応用を聞かせることによって、パフォーマンス、見せ方変わってくると思うので、ぜひ練習をしてみてください。それではいくつかのコツというか、見せ方の部分について Tips コーナーでご紹介していきたいと思います。さあ、それでは Tips コーナーに移っていきたいと思います。こちらの Tips コーナーでは、パフォーマンスやソロなどでも使うために少しパワーのある、しっかりとテクニックを混ぜ込むためのタイミングだったりとか、体の使い方をご紹介していきたいと思います。先ほどもお伝えしたように、ソロの人を、やってる人を盛り上げるためにやるんだったら、少し小さめにやったりとか、自分のニュアンスで持ってても全然 OK だと思うんですけれども、パフォーマンスで使いたいという場合は、いくつかテクニックを混ぜ込むことができます。大前提としてしっかりと足を上に上げる足上げを使っていきましょう。ロックの場合はこのように足をしっかりと上げて上から踏み込むことでロックっぽさっていうものを表現できるようになってますので、この準備、そして足をストンプする時の2回、これは全然かかとでも構わないんですけれども、横にこう蹴るんじゃなくて上から蹴るようなイメージにするとロックっぽさというのが表現できるようになっていきます。そしてもう一つ大事な大前提として腕の振り方ですね。このように肩を支点に回すのではなくて、もう少し肩甲骨に干渉するように大きく回していってあげるといいと思います。そうすることによって体にひねりが生まれ、立体感のあるボディのコントロールができるようになりますし、見てる人も大きく見えるようになりますので、ぜひおすすめです。7、8、1、2、3、4、5、6。もしひねりを使わなかった場合は、少しボディがのっぺらぼうなイメージになってしまうと思います。7、8、1、2、3、4、5、6。できるだけ重心を落とし、腕をしっかりと振っていくこと。これをするだけでも大きく見えると思います。さあ、他にもおすすめなのは、キャリーアップを入れていくという動きになりますね。足を上げて、下ろしていく軌道の間に、キャリーアップを入れていく。で、ストンプのところでも入れて、最後足を揃えるところでも入れられる、最大で4箇所入れられるかなと思います。ではちょっと首中心にやっていきます。7、8、1、2、3、4、5、6。こうすることによって縦のリズムと上半身が滑らかなリズムをとっていますので、少し不思議な動きに見えるような感じになると思います。さらにリズムの取り方というところで、通常では縦のリズムが中心であるロッカーズステップに対して、横の動きを中心で見せていくっていうやり方もあると思います。この際に今回のメニューではツイストを入れることで、横のリズム、そこから滑らかに持っていく。そしてここだけは縦にするようでもいいと思いますし、あえて横にするようなイメージ。さらにわざと重心を乗せることで横の動きを表現する。戻っていくところではスライドっぽい動きにしたりとか、わざと胸を回して持っていったりすることで、横のリズムを強調してやるやり方っていうのもありなんじゃないかなと思います。これらを使い分けるだけでも、ループしてるだけでも面白いリズムになるんじゃないかなと思います。例えば、ワン、ツー、エン、縦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 、ダン、ツク、タン、ワン、ツー、エン、スリー、フォー、ファー、シックス、セブン、エン。まず初心者のうちは縦のやり方をマスターしてから、少しバリエーションが欲しいなと思ったら横のリズムを中心に組み立てて、その後に縦や横を組み替えることによって自分のスタイルをカスタマイズしていけるんじゃないかなというふうに思います。他にも上半身は腕を振っているだけではなくて、今回のようにロールアップからクラップ入れてザ・ロックにつなぐなど、いろいろ自分で組み替えることによって、ステップはロッカーズステップなんだけど、上半身で別の見せ方をするというやり方もあると思いますので、このシンプルなロッカーズステップをどのようにカスタマイズするかというのは、ご自身のアイデア次第というところで、いろいろ発想を膨らませて頑張っていただければと思います。それでは Tips コーナーを終わりにしたいと思います。スペースアートダンス TV では、皆様がエナジーあふれるダンスライフが送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思います。さあ、今日ねロッカーズステップやってきました、
嬉しいですね。なんかこうさ、シンプルなステップなんだけれども、あの初心者とかの方に教えていて、はい、どんなところがポイントになるっていうのは、最初こう足を踏むっていう動作の時に、しっかりと上からちゃんと踏んであげるっていうことを確認しながらやると覚えやすいかなっていうのが1個目です、はいはいはい、もう1個あるってこと。もう1個、はいはいはい、もう1個が腕をしっかりと振ってあげながら確認してあげるとバランスが取れるようになるので、ここはちょっと外せない。このさ、腕の振り方がさ、はい、前後じゃない、はい、これがさ急に横になっちゃったりとかね、はい、あるからさ、ここは注意してほしいポイントだと思いますね、はい、シンプルなステップではあるんですけど、まあ、今日ね4つのバリエーションをご紹介しましたので、ぜひね、いろんなニュアンスのリズム取れるように頑張ってみてください。それではまた次回の動画で。Thank you.